どうも、ベレスパスカティと思います。はい、本日は、レムリア水産高校でトップスターを作っていきたいと思います。デッキの方は、クライフ、ユウ、ミウ。で、翼、ロマーリオ、アサカ。この6人でいこうかなと思っております。で、バッチの方は、キングエンブルム持ち込んでおります。はい、そしてアイテムの方は、バードルとマネキネコ持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、今日のデッキなんですけども、やっぱりこのレムリア水産高校は、練習効果アップ。これが非常に大事になってます。で、冒険に、一緒に連れて行くと、得意練習頻度関係なしに、練習に来るイメージがありますので、まあ、最後の方は、練習効果アップ。これが高いキャラを踏んでいく。で、今回は翼ですね。翼をひたすら踏んでいって、ロマーリオ、クライフを連れて、筋力ボーナー、精神ボーナー稼いでいく。で、アサカで技術ボーナーを稼いでいく。まあ、こんな感じで行くといいのかなと。まあ、経験点的にはこんな感じで行った方がいいと思われます。もうね、この高校ね、高校キャラ使わなくていいんですけども、やっぱ筋力ボナ、精神ボナっていう点で、なかなかクライフ、ロマーリオは抜けないと思う。まあ、それ以外の筋力ボナや精神ボナが来れば、まあ、結構ね、替えは効くのかなと思うんですけども、特にクライフの方はね、精神ボナがかなり強い。なので、なかなか替えが来ないのかなと。新しいキャラは来ないのかなと思っております。はい、とりあえずロマーリオから行きましょうか。まあ、筋力精神は途中で踏んだりして、ちょっとずつ稼いでいくという形で行きましょう。まあ、序盤はロマーリオとグライフでいいと思うけども、最後の方は翼でしっかりと稼いでいきたいんで、調整をしつつやっていきたいですね。で、朝から練習後イベント。OK です、ナイス、いいですね。はい、そして朝からの福井部が進んでいきます。体力回復はありがたいです。はい、どんどん進めていきましょう。はい、回復コツも刺さってください。で、みゆちゃん行きたいところですね。朝からいないんで、これはみゆちゃん行っていきたいと思います。練習後イベント来てください。はい、OK です。ナイス。で、ロマーリオの福井部が進んでいきますね。OK です。で、これはさすがに朝香かな。メンタルにいるので、体力回復しつつやっていきましょう。で、朝香の回復コツ。はい、ナイス。いいですね。回復コツもらってしまいました。では、回復取っておきますね。まあ、この高校、比較的ね、体力は、余る方だと思ってるんで、まあまあまあいいんですけど、できるだけ回復コツは取れるなら取っておきましょう。はい、後悔に行きたいと思うんですけども、とりあえず、左側、ね。で、レベル1の島を踏んでいきたい。お、レベル1来ましたね。で、この辺をうろちょろしつつ、あ、微妙だな、そこはいけないな。はい、これでいきたいと思います。はい、クライフ行きましょうか。ロマーリオとクライフは、交代交代でもいいし、って感じかな。はい、上陸完了 OK でーす。ナイス。はい、そしてユウが進んでいきますね。はい、いいでしょう。でもって、こっからは、あ、まあまあ、まだあれか。ユウちゃん踏まないといけないか。あ、坂もしっかりと踏んでいきたいんだよなぁ。はい。いや、これはテク踏めないな。テク踏めないな。これは安井くん、練習後イベント。あー、やっぱ来ないか。やっぱデッキに入りづらいんでね、ちょっと厳しいところはありますね。まあ仕方ない。今のはね、さすがにスカウトがいるともうテクニック練習後イベント来づらいんで、それならば安井とエバナを狙うべきだと自分は思っております。で、ここ、おっと、誰もいねえ。これじゃあオフェンスいってきます。ちょっとでも経験点稼いでいきましょう。はい、安井ナイス。いいよ。で、朝霞が進んでいきます。朝霞が残り2回です。おー、オフェンスでけえんだけどな。でかいんだけどな。これがね、クライフがオフェンスに来てたら、ね、4タックだった。でかかった。残念。はい、そしてここは、冒険ですね。後悔行きましょう。
はい。で、テクニック上げておきます。技術、やっぱり稼げてますね。うん。ありがたい。で、均等に上げといて、基礎値をしっかりと上げておく。こんな感じかな。はい、では、いきます。で、今回は、ちょっと斜め、行きましょうか。右斜め前に行きたいと思います。で、この辺行って、そろそろ、お、いいね。で、カモメ。で、上の方行こっか。上の方行っちゃって、うん。はい、OK です。パスコツ回っておきましょう。で、これはね、翼でもいいな。多分いけるはず。はい、OK、いいですね。ギリギリだと危ね。暗い風呂回るのがまだいいか。まだいいかもしれないけど、今回はいけますね。はい、OK です。で、セク1終了2596。セク2からやっていきましょう。もっと経験点稼ぎたいからね。よろしくお願いします。お、いいね！ナイス3タック。こういうのはね、翼が強いんだよな。ちょっと翼ありがたい。で、え、そっち？そっちか。朝から来てほしいなと思ったんだけどな。残念です。まあでも、来ただけいいですね。で、フライングドライブシュートを行っておきましょう。で、これは一回休むかドリンクかですね。うん。ドリンク飲んでおきます。まあ、ドリンクは比較的余ると思ってるんで。はい。で、これ、あそか。オッケー、いいね。チームメイトの評価はしっかりと上がっております。うん。で、これはね、メンタル行くか。体力回復させておきたい。温存させておきたい。安井くん、オッケー、ナイス。いいよ。安井来てるやん。ありがたい、ありがたい。3の2ぐらいで来てます。はい、エリアここは冒険行きまーす。どっちをしっかりと上げておきましょう。まあ、スタミナ上げてって感じかな。いや、違うか。ディフェンス上げるか。はい、エリアこんな感じで行きます。で、冒険に行きます。行きましょう。ちゃっちゃ倒していこう。左前行ってね。はい。ここでウミガメ行って、カモメ行って、ウミガメ行って、左斜め前行こうか。あっこにウミガメ固まってるけどね。ちょっとすいません。カモメ取っときます。おっと。1,2,3。あー、これきついじゃん。ちょっとミスったな。まあいいや。はい、ドクロ、倒していきます。スピードテク。じゃ、クライフ行っとこうか。レベル2だしね。レベル1ならば翼でもいいけど、まだレベル2はクライフがいい。はい、85OK。はい、で、ロマーリオが進んでいきます。これは体力消費は使いたくないですね。はい、ダブルタックか。まあ、監督とあそこがいるんで、これはダブルタック。てか、みゆちゃん、評価上がってねえな。で、体力回復させておきます。あー、こうメンタルに来るなら、さっき、うん、チームメイトの評価でよかったね。はい、朝がナイス。朝香が100発だけ中で来てくれてますね。で、ミユ、ささっと評価上がってほしいんだけどな。だよな、足りてねえよな。ささっと評価上げていこう。いねえ。じゃあ、朝香行きます。練習後イベント。はい、OK です。まあ、チームメイトの評価は、下手したらセク2ぐらいでもほぼほぼ完成しそうだね。はい、スリータックか。見てえな。しかも朝帰りのスリータックだろ。ねえんだよな。これちょっと踏んでいくか。タックいきます。いつもここはもう冒険なんですが、ここはもうタックいきますね。はい、ではオフェンスいきまーす。で、練習後イベント来てますね。オッケーオッケー、ナイス。で、バッチ。あ、これはさすがにいかない。でも、ほぼほぼピンクですね。うん。チームメイトの評価、ちゃんと上がってます。彼女の評価が怖い。彼女の評価、上げてないからね。どうにかしたい、みゆちゃん。はい。では、いきます。43。この時点で43はでかいぞ。
チームメイトの評価がしっかりと上がってるってことが感じですね。はい。で、このまま北上します。あ、いいね。ウミガメ。で、カモメ。そっちに湧く。ちょっと、胸だったな。で、この上ってほとんどないんだよな。ウミガメ。あっと、カモメ。で、このまま左行きゃいいか。1,2,3,4,5,6,7,8。きついな。はい。これで行きましょう。雲。はい、そして、今回は翼行きましょうか。さすがにもうレベル2でも。あ、無理か。あ、ごめんなさい。無理でしたね。70。はい。はい。で、優が進んでいきます。これは、まあ、こっちでいいね。はい。サッカーの。で、ここで、あ、みゆちゃん。練習後イベント。OK。これで評価は上がりきったんで、さっさと合格が来るようにしてください。七夕は来てほしいんだよな、できればな。できれば七夕来てほしい。で、この敏将稼ぎたい。ここは敏将稼ぎたいぞ。結構敏将ね、枯渇することが多いんで、スピードいっておきます。練習後イベント。はい、OK、ナイス。で、もう評価いけたんじゃない？さすがにいけたと思うな。で、みゆちゃん、セクニのラストターンでここは来てください。おー、スリータックナイス。タックはハマってんだよね。ひたすらタックはハマってくれてんだよな。はい、練習後イベントあすか。はい、OK。で、これは、行くけど、もう、チームメイトの評価いらないかもしれないんだよな。はい、ドリブルキング、もらっていきます。はい、そして9094、経験点結構出ております。ねえ、みゆちゃんの告白は来てません。いや、夏祭りまでには来てほしいな。はい、4タック、やば！経験点出まくる。やべえな。これはちょっとやべえぞ。更新狙えるぞ、このままだと。ありがたいですね。はい、では、オフェンス、いきます。で、もうこれは浅川回復でもいいなって感じですね。あ、来なかった。で、実力。はい、OK。で、さすがに行かない。まあ、敏将も欲しいところですが、まあ、これはもうオフェンス上げていきます。ここで110はありがたい。ここで110のオフェンスはありがたいです。はい、では冒険行っておきます。これはもう倒して、でかい島行っちゃってもいいなって感じはしてるな。はい。で、ウミガメ拾い、あ、いいね。イルカ、ウミガメ、ウミガメ。で、左上に向かって行ってでいいのかな。あ、カモメ。で、カモメ。ちょっと、ジグザグ走行してますね。すいません。で、カモメ。で、イルカ。で、ウミガメ。で、ウミガメ。で、上行って、あ、カモメか。まだ行ける。カモメ。あ、ウミガメは無理か。12345は無理だね。あ、行けるか。行ける。オッケーオッケー。危ねえ。はい、では翼行きたいと思います。はい、これはさすがに行けるっしょ。オフェンス上がったりですね。はい、85、上陸完了、OK です。はい、鉄人ゲット。で、クライフが終わっていくドリブルキング。あれ、もらえない。マジか。てか、あれ、告白は？とりあえずこれメンタル行こっか。ユース精神。で、告白来てくれました。じゃあ、こっからデート行きまくるか。ちょっとデート行きまくりますね。でかいタック来たら行くけど、行かない。これぐらいなら行ってあげない。はい。では、デート行きます。ささっとね、このみゆちゃんの評価を上げていかないとまずいんだよな。ベルベットパスもらえない。多分練習で1、2回踏まないといけないね。七夕夏祭りが来てないんで、おそらく踏まないといけない。はい、ロマリオ、体力消費はなしで。やったね、体力消費はありで。ここはデート行くんだよね。ここはデート、あ、デートじゃない、海洋冒険か。まあいいや、自然回復はしますね。オッケー。はい、で、そして、
パワー上げてね、これでいきたいと思います。海洋冒険行ってしまいましょう。で、でかい島行ってしまうか、金メダル。まあ、左上は金メダルか、左上行ってもいいんだけどな。まあ、コツを取りに行きたい感じはするんだよな。はい、カモメ。で、ウミガメ、カモメ。どっち行こう。あ、カモメ。で、ウミガメ。で、一応これ多分金メダルなんだけども、ウミガメ行って、オフェンスパワー、行けるね。オフェンスパワー行ってしまいます。はい、ロマーリオ行きましょうか。一応ここはロマーリオ行ってきます。筋力ちょっとまだ足りてない感じがするんで、ロマーリオ一発行ってきます。はい、OK、90点。で、完了で、大成功ですね。OK です。ナイス。ここで大成功引けるか引けないかでね、オール100変わってくるからね、経験って400変わってくるんですよね。まあ、金メダル。まあ、金徳の島はしっかりと勝てるようにしておきます。はい。で、これは踏んでいこう。レートも行きたいところですが、これは踏んでいきます。もう、オフェンス112点は熱いよね。セク3の時点でこれは熱すぎる。はい、オフェンス行きまーす。ありがとう。クライフもちょっと踏みたいなって感じだな。で、ここで、2列目からの飛び出し取りましたが、ここはさすがにデート行きたいな。体力回復させたいんでデート行きたい。ああ、オッケーオッケーオッケー。ロマリオいねえわ。はい、で、テクニック上げておきます。もうね、性格無比から上げた方がいいのは分かってるんですが、おそらく技術余ると思います。今回余ると思うんで適当に上げていきます。はい、で、次もデート行かせて、あさか。はい、あさか筋力成功してね。で、何も来てないので、これはデート行きます。で、パワーは、まあ、そこそこ上がってきた。精神もそこそこ取れてんだよな。あとはもう翼で勝負するのがいいのかもしれないね。あとは敏捷。敏捷稼げるときにしっかりと敏捷を上げていきたい感じはしてる。はい。で、ここは、ここから行っちゃいましょうか。はい、海洋冒険行きます。で、でかい島狙うか、コツ狙うか。まあ、航海力49だからね。正直、ぐねぐねで行っても大丈夫だ。コツをまず取りに行きたいな。この辺でも後悔してんだよな。はい、イルカで、このイルカ取って左回りで行くか。さっき右の方ちょっと行ってたからね。で、ウミガメで裏側回ってなんかあればいいけども。ウミガメ。で、ウミガメ。で、まあこれで。ディフェンススタミナか。ちょっときついな。まあでも翼で行ってみようか。さあ来い。60、100だから俺、オッケーオッケー。ナイス。83点。まあ、結構上げてたからね。うん。しっかりとディフェンススタミナ上げてたんで大丈夫です。はい、で、朝霞終了、筋力成功してね。はい、OK です。パワーシューターまでゲットできました。で、スピード、これは、ちょっとデート行かずにスピード行きたいですね。いや、ちょっとこれは違うわ。まあ、この辺取らないといけない。うん。おそらく、敏捷は足らないはずなんだよ。後々足らなくなってくるはずなんで、ちょっと温存させておきます。はい、では、スピード行きます。行きましょう。はい、オッケーです。で、これは、貝殻探し。はい。で、体力が良くないです。で、ここでロマーリオが終わっていきます。これはさすがに成功するね。はい、ナイス。エースな。で、テクニックか。朝か。行くか。これね、みゆちゃんの評価上げたいっちゃ上げたいんですけどね。はい、ニュー。はい、OK でーす。で、18,977 ということで、チェック4やっていきましょう。経験点はむちゃくちゃ出てくれてます。ありがたいね。ここ1ぐらい出てますね。で、とりあえずテクニックいかないとまずいねって感じです。はい、ではテクニックいきたいと思います。いきましょう。
はい、これはなんだっていいなぁ。はい、すいません。ちょっと切れました。まあ、何も進んでませんかね。はい、で、ここでオフェンス来ております。オフェンス行きます。こっからはね、もう冒険。冒険よりでかいタックを踏んでいくっていうのが大事です。で、これ、ミュウちゃんの評価上げときたいと思います。チームメイトの評価は上がりきってるんで、ここでミュウの評価を上げときます。はい、ミュウの評価上がった。OK。で、ダブルタック、OK、OK。どんどん、うん、どんどん踏んでいこう。うん。経験点は足りてます。いや、敏捷だなぁ、ほんとにね。はい、ドリンク飲んでいきます。はい、エリアオフェンスいきまーす。いきましょう。技術もしっかりと稼げております。はい、さすがにもうこれ切れちゃったかな。じゃあ冒険行きましょうか。じゃあ冒険。あと冒険2回かな。2回。3回。2回か。はい。どこ行こう？左奥行こうかな。あ、でもデート行きます。いや、違う。冒険だな。冒険行きます。はい、冒険行ってきまーす。いや、ベルベットバス取らないといけないからね、評価ささっと上げておきたいんだよな。ささっと評価を上げておきたいんだが、みゆちゃん。まあ、練習に来てくれたら踏むからさ、ちょっと、タックに来てほしいね。できればオフェンスタックのところにみゆちゃんが来てくれれば、踏みやすい。で、このまま、この辺をこう、あ、切る？微妙だな、無理だな。はい、あ、これも無理だな。はい、ではこれでいきます。ディフェンススタミナ。まあ、レベル1だからね、多分倒せます。はい、では翼、いきたいと。はい、オッケー、大成功。まあ、U でもいいんですけどね、自分の場合 U がね、PSR50 になってないんで、練習効果アップがね、20だったはずなんですよ。あいつ30ならば、PSR50 なら30のはずなんで、それが強いんだよな。はい、テクニックダブル。敏捷稼げるのはありがたいね。こういうところでちょいちょいと敏捷稼げてるのはありがたいです。まあ、せっかく無比取るのにね、敏捷必要だからね。はい、ではテクニックいきまーす。で、デートも行きてんだよなぁ。で、タツニキプゲットね。はい、これはみゆちゃん行きたいなぁ。いるときにこれ踏んどきたいな。デート一発で多分足らないんで、これみゆちゃん行ってきます。練習後イベント、OK。で、ダブルタック。じゃあ、これはダブルタック行ってしまおうか。行ってしまいたいですね。やっぱ印象必要。ここデートでもいいけど、ここはとりあえずダブルタックだな。はい、では、行きたいと思います。体力ないけど、はい、オフェンス行きます。で、次、冒険行って、デートでもいいけど、冒険行くか。で、すみません、技術がちょっと溢れております。敏捷があればね、技術触れるんで、ここで、敏捷を少しでも、獲得しに行こうか。はい、左奥でもいいな。でもさっき結構コツ残してきたんだよな。はい、ウミガメ。このまままっすぐ行こう。で、カモメね。で、まっすぐ行って、って感じかな。はい、で、カモメ、で、カモメ。あ、ちょっと余裕が出たな。はい、なんかこの辺で、あ、いるか。じゃあこれで行こっか。はい、行ってしまいます。オフェンスパワー。グライフでもいいんだよな。まあでもここは、うん。翼行っておきます。で、残り6ターン。でかいタック。てください100点。で、どっか1回デート行きます。どこかでデート行きます。体力ねえからな。次のターンでもいいんだよな。はい、ではしっかり前半後半行きたいと思います。おっと、そうか。せっかく無比取れないのか。はい、では行きます。はい、終わりました。5-0 です。はい、問題なく取れました。スピードに来てくんねえかな。それか、デートか。デート行くか。オフェンス、あ、ワンタック。あ、これならデート行きます。で、性格無比取ってしまいましょう。うん。で、あと技術必要なのはテクニックって感じね。あとベルベットパスか。ここでベルベットはゲットのはず。で、回復、超回復までもらえない。で、ベルベットパスゲットね。オッケー、危ねえ。ギリギリだ。で、テクニック。あ、敏捷稼げてる。オッケー、敏捷稼げるならこれいっちゃいましょう。はい、テクニックしまーす。
これ技術余るな。技術余るな。で、あとベルベットしよう。余るな。印象だな。精神もそこそこ稼げてる。はい、ではオフェンス。おーっと、技術が大量。まあ、これは筋力精神のために取っとこっか、一応ね。うん、一応取っときます。ああ、いいです、余るわ。オッケーオッケー。で、これでオッケーですね。で、翼がいない、スピードにいてほしかったな。これはメンタルいこっか。体力回復させないといけない。で、ここではもうメンタル踏めばもうメンタル行く必要はないんでね。はい。で、コーチング取っちゃってもいい感じはするなぁ。もうそうだね。うん。敏捷が欲しいな。スピードタック、まあ、テクニック。あれ翼はフィジカルか。いらねえな。はい、スピード行きまーす。はい、サクッとピンちゃん行きます。いや、これスピード60で抑えとった方が良かったか。いや、ここまでね、技術とか稼げるとは思わなかった。うん。まあ、いいか。まあ、溢れるのは仕方ないって感じでいきますか。はい。コーチングも取りたいな。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、4-0 問題なく終わりました。OK です。はい。もう技術溢れてますね。で、ここで臨床スピードいきます。翼がもう終わってますね。まあ、もう一個後で行かないといけないからね、本当はね、今回ね。はい、ではサクッとピンちゃん行きたいと思います。で、ぶっちぎりは取っとこう。ワンタッチ取りたいけど、ベルベットパス取ります。クロスだろう。で、シュートレンジ。ヘディングも取りたいけどね、臨床が足らないんだよな。まあ、でも最終的には取れるか。最終的には取れそうですね。あと、筋力がないからね。民衆の筋力がないから、まあまあ助かる。で、スピードスターは来てほしくない。フィジカルモンスターか性格、精密機械、どちらかで来てほしいですね。最後の筋力は。そうくれば、自分の中でのレムリア水産高校の1位が取れるかもしれない。更新できそうですね。まあ、うん。歴1は無理ですね。はい、終わりました。無事3対2で終わっております。で、敏捷を稼げております。さあ、ここでスピードスターは来るな。スピードスターは来るな。敏捷が足らない。これ結構なんか規則性があるらしいんですけど、そこまで測ってないからね。うん。はい、さあ来い。で、パス管ね。で、ここで何が来ますかと。フィジカルモンスターか、精密機械。はい、OK、フィジカルモンスター。で、経験で31,893振ってまいります。はい、降ってまいりました。うん。経験点ここまで爆発するのはなかなかない。乾燥タックは2、3回来たからね。ありがたいですね。はい、そして XS3 ということで、自分の中で一応レムリア水産高校のキャラの更新ができました。まあまあ、歴代30位ぐらいって感じかな。うん、見てる感じね。はい。本日は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。